安心してよ、海に飛び込んだりしないから。またそんなこと言う。さ、中に入ろう。そろそろ降りる準備しないと。姫上島小学校で養護教諭をしている高倉奈美と申します。はじめまして。三島先生は生徒の家に家庭訪問に行ってらっしゃるんです。すぐ戻られるそうですから、お会いできたら学校にお連れするようにということで。どうかなさいました？参りましょう、大平先生。明日から2学期ですものね。きっとみんな夏休みの宿題を片付けるのに大忙しなんでしょう。子供たち、とても楽しみにしてるんですよ。この島に強制の先生が見えるなんて初めてだから。